32番広告代理店の方、4年目の女性、32番、はじめまして、お願いします。質問覚えてたりします？あ、ちょっと今気になったことも。あ、もちろんですよ、もちろんです。さっきあの佐々木さんがタイムスリップした時に、結構あの転々として、まあ、人脈っていうか、気に入られに行くみたいな話だったんですけど、1年目の何もない、まあ、力がまだない時に、どういうコミュニケーションで、その仕事をもらいに行くのか、いい質問だ。あれは代理店にいらっしゃるんですか？はい、広告代理店1年目、はい、撤回しようと思います。起業します。まず起業した上で行くわ。もう一回今2周目。あー、なるほどなるほど。いや、なんかね、やっぱね、謎の名刺みたいなのは、かける若いは結構良いから、相当僕も、もう本当に仕事とかも、だってもともとプロミュージシャンになろうとしてた人なんで、何にも分かんなくて、起業しますって言って登記して名刺持ったら会ってくれる人がいっぱいいたんですよね。じゃあ今からやれって言っても無理だし、そこで若いうちに会ってね、十数年お世話になってる先輩たちのおこぼれをもらいながら生きてるって今でも思ってるし、ずっと感謝してるんですけど、そういう意味ではなんか肩書きは自分で作るっていうのは大事かもしれない。確かに、確かに肩書きはやっぱ自分で作った方がいいですよ、あのもらうもんじゃないかな、僕は。一旦肩書きを作りに行くっていう、そうだから起業したっていいし、まあ、別に同じ代理店でお勤めでも自分で新しいポジション作っていくとか、別に呼び方変えてみるでもいいし、そういう視点は大事かもね。多分2人はそういうことやってる人たちだよね、多分どちらかというとさ、じゃない。僕その代理店時代は PR アーキテクトっていう方を勝手に作ってましたね。なんか PR を設計する人みたいな意味で、そうすると PR の仕事が集まってくるみたいなのはあったし、現場ではなんかどう主張してるんですか？あ、だから普通にクライアントの名刺コン、PR 化アーキテクトの中亮ですみたいな感じで自己紹介してて、あ、なんか PR を設計する人なんだねみたいな。でもそんな肩書きって別にどこにもなくて、自分で勝手に作って申請して作るみたいな、なんかそういうのはやったもん。なんかやっぱ会った時にこれ何の意味ですかとか、ええー、みたいな、なんか興味あるんですけど教えてくださいみたいに言われる、とっかかり作るのは何もでないやつができるアイディアじゃん。だそれ以外ってもう会社の冠しかないから、だったらなんか、いや、なんかそんな若いのに会社やってんだとか言うと、まあネタになるし、そういう聞いたことない職種だけどなんか興味ありそうな名前を作るとか、あだ名みたいな、芸名みたいな作ったっていうわけだし、そうそう、とかはあるんじゃない。なんかさ、学生の人ってさ、その出身校とか書いたりするじゃん、名刺に。すごい意識高い人、俺あれもっとやってもいいと思うんだよ、社会人になって、プロフィール全部書くみたいな、とか、え、俺も滋賀県出身やみたいな、なんかそういうのとかでもいいし、なんか僕がすごい大事に してるっていうか、やった方がいいなと思ってるのは、なんか自分のこう面を増やすっていうか、なんかいろんな面で切り取ってで自分を見せていくっていうのがをなんか意識的にやってて、なんかこう最近そのスラッシュワーカーみたいな、なんていうの、その肩書きをこうスラッシュでやるみたいな。なんかスラッシュっていうとちょっとこう、ね、なんていうの、分かれてるものに見えちゃうんだけど、そうじゃなくて結局自分って立体物は一緒で、なんかこの面を見せたらこういう見え方になる、この面を見せたらこう見え方になるみたいな、結局自分って地続きだから、なんかそういう視点でもうちょっとこういう見せ方したらこういう需要があるかもしれないとか、なんかそういうのを意識してると、なんか必然的に自分のなんか幅も広がっていくし、仕事以外の活動とかもなんかこう出てくるなーってのは自分がやってみてすごい感じたことだから、なんかそういうのを意識していると楽しいことが起こるかもしれない。あれ、アリペイどうですか？アリペイなんかまさにじゃない？え、私全然やってる認識ないんですけど、逆にどこら辺が、どこ、でもなんかアドマンなんかまさにそうじゃん、だってあれも、でも私意外と何も考えてなくて、すごいなと思ったんですけど、結構感覚的な人間なので、そうなんだ、
全然考えてないです。やりたいと思ったことをやる。 H カップアドマンなんですけど、 H カップアドマンっていうのは何がきっかけで始まった？あれは面を取ろうとかじゃなくて、まあ、2個理由があって、1個はその時テレビの仕事してたんで、でツイッターがもう一回盛り上がってきてたんですよ。でツイッターとかその SNS 全然触ってなくてもずっとテレビ見てたから、でクリエイティブ行きたいからちょっと SNS とかをちゃんと知ろうと思って、でなんかまあみんないろいろ分析してるけど自分でやった方がいろいろ分かるじゃん、と思って自分でやった時にコンテンツなんでもよかったんですよ。で、まあ、自分が持ってる器用なものがそれしかなかったからやったっていうだけ。でもう一個の理由は、あのテレビ局の方々めっちゃ食べさせてくださるんですよね。会食めっちゃ食べさせてくださる。でそれが私がは結構、まあ、ありがたいんですけど、結構きつくて、自分の性格的に、で人の気分を害さず断る理由が欲しかったっていう、それだけ。だからそういうグラビアの話はしていいんだよね。あ、どうなんですかね。まあダメだったらカットしましょう。会社的には大丈夫です。はい、そう、プレイボーイとかにもそれで出てたりするんですけど、そうですね、そういうでも結果やってよかったですけど ね、 そうですね。それですごい緩いというかいろんな人のつながりができて、よかったんですけど、きっとそれっていい、その入社した時にも、そのタイムの仕事してる時にも、そんな自分がプレイボーイに出る人生なんか想像してないわけじゃない。それがやっぱり面白いところでさ、でしかも別にその持っているさ、そのさっき言った軽有な部分っていうのはさ、自分はもう何十年間それと付き合ってきてるわけでさ、それがすごく特殊なもんだとももはやあんま思ってなかったりするじゃない。それをちょっと出したことによってそれだけ人生のなんか幅がさ、出たり、こうキャリアが変わっていくっていうのはさ、意外とやってみないと分かんない。そうですね、なんかやるかやんないか迷った時に、まあ、普通にもうプロコン出して、まあ、感情は一回脇に置いといて、やった方がいいなって冷静に思ったらもうえいって言っちゃって、ああなっちゃいました。いやでもなんかそう、打算とか作戦とかが結局ワークしてるものはなかったっていうのはあるかも。なんかね、根本でこういう風にした方がいいなだろうなっていうなんか危機意識みたいなのはね、きっとさっきのその SNS もうちょっとやった方がいい。あ、そうですね、そこはある程度多分ベクトルとしてはあるかもしれないけど、打算的にやったことがワークするとは限らないよね。やっぱ打算的にやってる時って気持ちが乗ってないと思うんですよ、自分の、そういうのってやっぱ続かないんだろうなっていう気がする。それ関係する質問だよね、こうやって見ると広告業界以外の職種の掛け合わせ、例えば広告クリエイティブかける音楽とか映画とかのキャリア観点として希望や未来はあると思うか、これどういう意図で聞かれてますか？なんか、あ、そうですね、なんかいわゆる広告業界内での職種の掛け合わせみたいなことって結構もう言われてると思うんですけど、ちょっとこう戦略とクリエイティブ両方やった方がいいよとか、営業とクリエイティブやった方がいいよとか、もうちょっと広い視点で見たときに広告クリエイティブの考え方だったりとかっていうのは他のコンテンツにおいてもすごいこう、まあ、転用可能なのかなとかをばっくりと思っていたときに、ちょっと皆さんからの視点としてこう、どういう、 こう未来というか掛け合わせができるのかなみたいなところはざっくりと思っていた感じでした。どう？でこんな 100% そうでしょう、ね、か思います。すごくワークすると思う、むしろこっちの方が大事な気すらするよね。そのそうもはや広告ニーズに対する広告アウトプットは未来がないとも思ってるぐらい。そう、僕ちょうどこれに関連するような話を、あの東京オフィスのうちの会社の年始ビジョンみたいな、僕なんか一応なんか社長なんで、今年はこうしようみたいなテーマを掲げるときに話しました、それ何かというと、うちクリエイティブエージェンシーとしてクリエイティブサービスを提供する会社みたいに言ってるけど、もうそういうことの捉え方やめようぜって言ってて、なんかサービスとかソリューションをクリエイティブリーにやるというか、クリエイティブリーにやろうと、クリエイティブっていうものを売ってるわけじゃない、制作物を売ってるわけじゃないとか、そう、アウトプットを売るとかそういうことじゃなくて、クリエイティブに物を考えていく、すごい仕事が生まれる、作っていくっていうことと、もう一個はみんなアントレプレナーシップになろうみたいな、
じゃあクリエイティブアントレプレナーシップエージェンシーになろうみたいなことを今考えてるんですけど、うん、まあ、いっぱい若いね子会社の社長とかね、うん、っていう時になんか もはやその業界とかやることとか何でもよくて、うん、むしろその事業的その左脳的な発想と右脳的な発想を掛け合わせられる人間、その子に魅力があるから、その人がまあこっち的には広告、こっち的にはなんか音楽、うん、だったらそれをやれば多分商売になる、うん、それはなんかあんまりデータが追いつかない分野かなと思ってるっていうか、うん、この人の話だから、うん、って思ってます。なんで自分のやりたいことをもっとやった方がいいと思うんですよ、広告クリエイティブ業界とか言われてる人たち、うんうんうん、その人が、まあ、それ H カップでもグラビアでもいいし、うん、それやりたかったことが分かんないけどその人しか語れない、それこそドキュメンタリーって俺そういうことだと思うけど、うん、その人の話以上の話ってないと思ってて、うん、人のことを想像する話よりね、自分の話はマウント取れるわけだよ、うん、なんかそれ使ってったらいいかなって思ってて、すごく共感します、うん、可能性しかないと思う、うんうん、いやでもなんか本当にそうじゃない、なんかこうある種業界の中、広告業界の中のスキルを高めるのも大事だけど、それ以外のことと組み合わせた方がなんか新しいものが生まれるんじゃないきっとって思いますけどね、うん、あとシンプルに呼ばれやすいですよね、うんうん、確かに、うん、呼ばれやすい、呼ばれやすい、ニッチな方がいい、どうなんだろうね、かつ掛け合わせる内容が、そう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 、まあどうだろうね、なんかすぐに成果は出ないかもしれないんですけど、なんか例えば僕は恥っていう感情を僕すごい好きでっていうのは、その恥研究家っていう肩書きで僕活動してるんですけど、それもなんかこう広告の仕事って恥ずかしいこといっぱいあるじゃないですか、なんか自分よりもキャリアの長い人に何かディレクションっていう形で仕事のお願いしたりとか、映像のプランを見てこうしてくださいって言わなきゃいけなかったりとか、もうそれ恥ずかしいし大変なことじゃないですか。でなんかその恥っていうのが自分のさっき そのプライドの話にも関係するけど、自分のこうキャリアとかを結果的にすごい制限してたなって思って、そういう活動をしてて、でそれと別に広告の技術とか、まあ、今その、ね、コンサルの会社にいるけど、それが直接すぐ掛け合わせて何かすごいビッグバンが起きることはないんだけど、まあ、結果両方もやってることでなんか軸足がこっち行ったりとかしながら、なんかこっちがあることでできる人の付き合いとかもあるし、こっちがあることでできる人の付き合いとかもあるから、なんかそれを両なんか2軸ぐらい持っとくと結構幸福度は上がる気がする、うん、いいね、うん、なんか自分のオーナーシップを持ってるプロジェクトみたいな多分感覚で持ってると、うん、なんか確かにいいなって、確かに、うん、確かに、だから自分だけが持てる肩書きなのかポジションを作り、うん、それと自分のまあその経験とか、うん、そういう体験に基づいた、うん、自分だけが語れるとかやれることと組み合わせ、うん、世の中に発信するってことをやれば人とも会えるし、うん、なんか可能性、仕事の可能性ももう少し広がるよねみたいな、うん、そうそうそうまとめ、そうまとめ、すごいいい子ちゃんまとめしちゃった、ちょい痛かったけど、まあ、ということですね。アリペイはでもそれこそのグラビアの話はさ、はい、その生きてくるものをそのグラビアというよりは、まあ、結構フォロワーが多いので、うん、そこで、うん、あの面白がって飲もうよって言ってくれた人とか、うん、あの同業のですね、うん、とか、そういうつながりはあってよかったなってやっぱり思います、うん、最初から知ってもらってることも、あ、そうですそうですね、それはありますね、すごい大事だよね、うん、私も今もうこれ完全匿名でやるんで言わないんですけど、あのそういうなんか自分の本当にやりたいことをやろうっていうのは始めてたりはします、うんうん、そういうのもね、うん、それベースがあるからできたりするもんね、うんうんうん、そうですね、うん、やっぱなんか若い時って結構、私もまだ若いんであれなんですけど、スキルにめっちゃこう行くと思うんですけど、関心が、うん、真面目な人ほど、うん、意外と人のつながりとかめっちゃ大事だなって、うん、そこなんか出会いからしか何も始まんないなっていうのは、うん、人にできることは本当に限られているんです、うん、今思いますね、残念ながら自分の時間も限られてるし、
子供とか生まれたら本当自分の時間めちゃ減るもんね。もう、まあ、俺がめっちゃ確保してる。あ、そっか。人によります。人によります。そうそう、だから。まあでもなんかやっぱ自分の中の話は自分しか分かんないんで、うん、これを吐き出したものが何なのかっていうのを大事にした方がいいかも。うんうんうん、そうですね。どんどん最適化すると、それしかもうオリジナルじゃなくなるんで。いやそうですね、うん、それさっきの話若干矛盾するけどね、その100仕事した方がいいよって言いつつ、それもそうなんだけど、俺はもっと仕事以外のこともやった方がいいよと思うわけ。だから若干今仕事に忙殺されてて、興味関心領域の時間が取れてない感じが、こうユニークさを失わせてるんじゃないかな。それはあると思うよ多分。いやでもさ、そういうさ、なんていうの、一見考えてる風な話っていうかさ、なってて、いやだってやりたいことだったらやるでしょって思うよ。ああまあね、まあね。仕事を趣味もやれやと思う。と思います。てかむしろ仕事にこれを混ぜ込む努力をしろや。まあね、まあね、それもある。だからこれは自信がないからみんなやんないんだけど、このカードしていいのか。そう、トライしていくとこれがちょっと目立っていって、興味持ってくる人増えるはずだ。確かに、そういうこともある。わかんないけど、そういう会社に入ってるのもわかんないからさ、うんうん、でも全部趣味だと思えばいいんじゃないですか。いや確かに、うん、なんかノリでダメですか、こういう感じ。いやでもめっちゃ共感します。はい、全部趣味で。でもなかなかね、体力が追いつかないのもわかる、うん、いい質問ありがとうございます。いや、いい質問でしたね。